米国のドナルド・トランプ大統領は、北朝鮮の金正恩国務委員長について、無事を祈ると明かした。22日、AFP 通信によるとトランプ大統領は、ホワイトハウスで行った記者会見で、キム委員長が無事であることを祈っているとし、万が一、ニュース報道の通り彼が深刻な状態にあるならば、の話だと述べた。 その上で、トランプ大統領は、キム委員長の健康状態については、確認ができないとし、彼が既得だとすれば、情報を確認する人がいないということだと強調した。これを前に去る21日、米メ,メディアは、心血管系手術後に、重篤とキム委員長の現状を報道。韓国政府は、 確認可能な事項はないと発表していた。